耳原古墳は大阪府茨城市耳原にある古墳。形状は円墳。大阪府指定史跡に指定されている。本項目では耳原古墳の西にある微斯利古墳、耳原西古墳についても解説する。大阪府北部、愛川、茨城川の間の大地上に築造された古墳である。古くから開港し、現在までに墳丘周囲は作兵を受けているほか、 1912年1935年に、噴球、石室の実測調査が実施され、2015年度に範囲確認の発掘調査が実施されている。噴形は円形で直径約21メートル、高さ約8メートルを測る。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で南方向に開口する。原室には、 花崗岩の巨石が用いられ、原室内には組合式毛型石棺、栗抜き式毛型石棺の2基が据えられる。副葬品は明らかでない。築造時期は石棺の様式より古墳時代後期の6世紀末頃、または古墳時代終末期の7世紀前半頃の2説がある。古墳域は1994年に大阪府指定史跡に指定された。製法では、 ビスリ古墳の他近年に耳原西古墳が見つかっており、本古墳と共に古墳群を形成したことが明らかとなっている。なお、本古墳は定人大阪研究センターの敷地内に所在し、かつては同センターを介しての見学が可能であったが、同センターの移転に伴い現在では公開は停止されている。石室原室手前、奥に家型石棺2基。 主体部の埋葬施設としては、両袖式の横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材は花崗岩で、側壁面は平滑に調整される。側壁は3段に積まれ、最下段に大きい石を垂直に立てた上に、2段目からは、やや内径する。天井石は、原室で5枚、沿道で5枚。 石室内には家型石管が2基据えられている。奥壁側は組合式家型石管、沿道側はくり抜き式家型石管で、いずれも兵庫県加古川流域産の清掃、ハイアロクラスタイト製である。王冠は中央に据えられ、外石、側石2枚、底石の計6枚から構成され、身分は長さ1.89メートル、 幅約1.26メートル、高さ約0.9メートル、外壁は長さ2.19メートル、高さ0.16メートルを測る。外壁には、方形の縄掛け突起として、前後角1個、左右角2個の、計6個が作り出され、底石にも突起が作り出される。手前室には静壁に沿って据えられ、身部は長さ2.07メートル、幅0.87メートル、 高さ約0.69メートル、外積は高さ0.3メートルを測る。外積には円形の縄掛け突起として、前後角1個の計2個が作り出され、身分はやや胴張りする。両肝とも内面には、種が塗られたと見られる。ビスリ古墳、または耳原方形墳は耳原古墳の南西、約270メートルにある古墳。形状は方墳。史跡指定はされていない。 これまでに大規模な洞窟にあっているほか、1960年2010年度に発掘調査が実施されている。噴景は、方形で、一辺約33メートル、高さ約5.5メートルを測る。噴景周囲には、集合が巡らされており、幅は12メートル、約7メートル、深さは約1.4メートルを測る。主体部の埋葬施設は発掘調査時にはすでに、 失われており、明らかでない。出土品としては、末期、河原期片がある。築造時期は、古墳時代後期終末期の6世紀から7世紀頃と、推定される。耳原西古墳は、耳原古墳の西約200メートルにあった古墳。形状は円墳。現在までに、墳球は失われ、2004年度の耳原遺跡の発掘調査で、埋没古墳として発見されている。 噴景は円形。主体部の埋葬施設は小規模な横穴式石室で南南東方向に開口した。出土品としては金星館、ガラス小玉などがある。築造時期は石室より古墳時代後期の6世紀後半頃と推定される。なお調査では古世紀代の埴割れず、末期が認められており、最初に豊墳が築造された後、 石室付縁墳の本古墳が築造されたものと見られる。現在、検出された石室は、ビスリ古墳そばに一置保存されている。ビスリ古墳に関するカテゴリー、耳原西古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。